日本人選手の活躍や屋内でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレーが飛び出す。最後に勝利するビバナチームはどっちだ。ゴルビバ。滝島美香、酒井香穂子対照山明日美、目黒綾チーム。ルールはベストボール方式で12ホールのマッチプレイ。スコアとミッションクリアでポイントが加算。合計ポイントの多いチームが勝利です。下田城カントリークラブ12番ホールパー4、両サイドにクロスバンカーがあるが、左サイドよりは右側の方が危険が少ない。12番ホールパー4です。ここでのミッションは2オンです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。2オンということで、まずはアマチュアの方が打って、次プロのショット、セカンドショットで乗るかどうかがミッションになってまいります。はい、頑張れ。惜しい。前回の11番ホールでポイント変わらず、照山明日美、目黒綾チームが0ポイント、滝島美香、酒井香穂子チーム1ポイントでリードです。ごめんなさい。大丈夫。滝島プロ、どの辺からだったらこう狙えそうですか。とスプーンで190から200ぐらいなので、その残りぐらいまで行ってもらえれば、なんとか2オンはいけます。酒井さんのティーショットです。おお、いや、力強く行きました。やや左、打ちにくいところで、ラフで止まりました。ナイスです。続いて、はい、目黒さん、照山プロ的にはどの辺まで行ってほしいなみたいになりますか。いや、どこでも大丈夫です。どこでも大丈夫です。どこでも大丈夫。目黒さん、左向くのだけは気をつけてください。はい、確かにちょっと癖といいますか、左に向きがちですかね。目黒さん、やりに向かないように、あとはどこでもいいということで、目黒さんのティーショットです。ようやく笑顔が見えました。よかったです。向きですね。ナイスです。目黒さん、ナイスショットですね。ありがとうございます。だんだん力が抜けてきましたか。でもこうアドバイス通りというかね、すごいアドバイスしてくださって本当ありがとうございます。もう球筋が劇的に違いましたね。素晴らしかったです。ありがとうございます。やっぱり朝一のショットっていうのはこうメンタル面といいますか、こう体もまだ硬いかもしれないんですけど、どういうことを心がけたらいいですかね。タクシーの、そうですね、やっぱ練習して、まあ、1時間前ぐらいから練習し始めて、うん、スタート10分前ぐらいにスタートに行くんですけど、うん、その打つまでの10分間はちょっとやっぱ止まらないように、どっかこう肩回したりとか、はい、ちょっとストレッチしながらとか、ちょっと素振りしながらとかをスタートまではやってますね。特にこの時期寒いですからね。はあ、あの手首ちょっとやったりとか、誰か打ってる間はね、こんな大きくは動かせないので、どっかこう手首動かしたりとか、足首やったりとか、どっかを動かしながらやっぱり待ってますね。なんとかアプローチしやすいところに置きます。乗せた上でさらにアプローチしやすい。ちょっと距離がもしかしたら届かないかもしれないので、はい、ちょっとピンを狙わずに、うん、ちょっと右の方を狙っていきたいなと思います。で、乗ればラッキーで、はい、スプーンでいきます。ミッションよりもまずはスコアでから。はい、スコア、はい、宣言通り。ありがとうございます。右側を狙って、あ、届かなかった。ミッション成功なんです。でも宣言通りちょっと右側というか、はい、狙いやすい位置につけました。頑張りましょう。頑張ります。こちらミッションクリア大いにできる位置ですよね。はい、狙っていきたいと思います。
タクシマプロチームはスコアでっていうお話でしたが、はい、もう行っちゃっていいですか？行っちゃっていいです。どうぞ行っちゃってください。はい、ちょっと左かな。どうだろう。どうだ。ほら。はあ！すいません。惜しいです。狙ったけどミッションクリアならず。ここからはスコア勝負です。はい。はい、まずはイメージをどういうイメージで打つかなんですけど。イメージ。落としたいところに対しての素振りをしなきゃいけないんですね。うん、なんなくピンまでこう素振りすると絶対大きくなっちゃうんで、はいはいはい、ピン直接行くと、はいはい、ピッチングですよね、はい、ってことはやっぱ多少ちょっとこう転がるので、はい、どこに落としてどんだけ転がるかっていうイメージを沸かして、うん、それに対してどれぐらいの素振りの幅をすればいいのかなっていうのを考えて素振りをするといいですよ。まあ、だからカラーとピンの間ぐらいに、まあ、キャリーで落とすイメージとしたらどれぐらいの振り幅でカラーちょっと超えたぐらいに落とせるかなって、はあ、それをイメージしながら素振りをしていただくと、はい、いいですね。じゃあそれでいきましょう。それでいきます。はい、振り方はすごくいいので。酒井さんサードショットです。お、いい感じですよ。ナイスです。いい、ナイスショット。いいです、いいです。素晴らしい。かなり近いんじゃないですか。すごい。苦手っておっしゃってましたよね。おかげです。この直前にしっかりレッスンされてました。じゃあこれとカップの間くらい、なんでここら辺、はい、でいいと思います。はい、目黒さんのサードショット。いい感じ。おー、ナイスです。ナイスです。めっちゃ完璧にいきましたが、ナイスショットです。入れたい。なんとか入れたい。タクシマプロパーパットです。わー、あーちょっと惜しい。あとちょっと。ナイスです。ナイスです。ここで決めたら同点になります。追いつくためにも決めたいショット。だー、決めた。ありがとうございます。だーという声が聞こえました。申し訳ない。欲しい。救命。すいません。残念。残念。このホールボギー、ダブルボギーで両者得点はなしということになりました。ただミッション、はい、惜しかったですね。そうですね。ちょっと取れなかったのが響いちゃって。どうでしたか、このホールを振り返って。このホールは3打目の酒井さんのアプローチがすごい良かったので、うん、パターが、ね、近くまで行けたので惜しかったなと思って、うん、酒井さん惜しかったですね。でもあんなうまくいくなんて思ってなかった。嬉しかったです。やっぱりプロのアドバイスとそれを実行できる力と、はい、なんかだんだんこうチームワークもどんどん良くなっていって楽しみですね。これからですので、はい、次週もよろしくお願いします。お願いします。次週13番ホールはミッションクリアが勝敗を分ける。お楽しみに。おー、ナイスショットです。